第13週のスタディログに対する返答動画です。ピザパーティーに興味があるって書いてくれた人が5人いたので、ピザパーティーやります。1月12日金曜日の語源の時間です。申し込みフォームを作って第15週の教材のところにアップしますんで、参加する人はそちらから申し込んでください。今回は公開できるコメントと質問はなかったんですが、非公開のメッセージはいただいてます。ありがとうございます。私の今週の就寝時間はこちらです。だいぶ良くなってきてるんですけど、まだ改善の余地がありますね。引き続き1時前に寝るように頑張ります。今週の誇れること、目標宣言、反省点、900点以上取得する Y さん、ぜひ頑張ってください。900点以上取得するっていう強い意志があれば必ず取れると思います。サークルの講演の運営でほとんど寝れない日が続いたが、 TOEIC の勉強を少しでもする意識はできた。素晴らしいです。無理のない範囲で頑張ってください。本当に頑張ったら900点取れるテストな気がする。900点取ったら卒業の時にお金もらえるし、就活で自慢できるから頑張りたい。そうですね、頑張れば900点取れるテストです。卒業式の時5万円もらえますし、就活でも有利ですし、いいことづくめなんで、ぜひ頑張ってください。誇れること、単語帳や長文の問題等、隙間時間が活用できた。 TOEIC の本番で最後まで集中が続いた。今まで最もやりきった感覚がある。素晴らしいです。公開テストお疲れ様でした。反省点、早起きや計画通りの勉強ができていない。目標、モチベーションが上がるようなノート作りを心がける。明日からでもすぐ実行する。ぜひ実行してください。今までは午後夕方以降に勉強を始めていたが、なるべく午前中にやるべき課題を片付けたおかげで集中力が上がった気がする。このまま今週も続けられるよう今のスケジュールを定着させていきたい。いいですね。生活習慣改善すると学習効率も上がると思います。今週は中間レポートが何点かあったが、比較的計画的に終わらせられたことは進歩だと思う。素晴らしいです。今週も引き続き長文読解を解く。単語も合わせて勉強し、わからない単語は意味を推測しながら問題を進めていけるように心がける。意味を推測するって大切ですよね。TOEIC の本番でも意味知らない単語出ると思うんですが、それ多分こういう意味じゃないかな、文脈から言ってって想像しながら問題を解き進めることができたら強いです。試験まで1ヶ月前となるので、ワークに取り掛かり過去問を解いていきたい。ぜひ頑張ってください。睡眠時間が短かったことと、あまり TOEIC のための時間が取れなかったこと、そのあたり改善するように心がけてください。設定した目標通りに学習が進められたこと、素晴らしいです。その調子で頑張ってください。電車に乗っている時間を無駄にせずに単語勉強に費やすことができた。単語学習、隙間時間使ってぜひ頑張ってください。反省点はパート5の対策を中心にしていたので、パート6、7でスピード感をつかめず、公開テストでワンパッセージ残して終了になってしまいました。惜しかったですね。ワンパッセージっていうことは5問ですよね。次受けるときはパート6、7もスピード上げて解けるように心がけてください。目標宣言、1月のテストでリスニング1問ミスで TOEIC 合計800点以上取ります。800点以上取りますって力強いですね。800点取れるように頑張っていきましょう。最後に英語の豆知識をほんの少し。ミトコンドリアって覚えてます？細胞の中にある小器官、細胞にエネルギーを供給している器官です。英語ではこういうスペルです。で、発音がマイトコンドリア、ミトコンドリアとマイトコンドリアっていうのを最近知ったんで共有しました。この動画は以上です。また来週。